はい、こんにちは。じいちゃんです。かっちゃんです。はい、こんにちは。むいさんです。むいです。今回は、はい、この間出した橋の動画の前編で。橋の前編ね、こけましたね。物の見事に。こけたのですか。まあ、僕的にはこけたかな。正直答え合わせするまではあれじゃないの。まあその動画でね、いろいろその、はい、いろ、なんていうの、動画の謎を解いてくださいみたいな感じで、視聴者に投げて、はい、いろんなことを視聴者に気づかされました。はい、そのことについてね、ちょっと今回かっちゃんから解説をいただこうかなというぐらいの。はい、解説します。まあね、あまり指摘されなかったっていうか、注目されなかったのか、見て見ぬふりされたのかわかんないんですけど、車通り終わった後の今2分14秒ぐらいか、2分14秒あたりに車が上から下に音が入る光が走っていくんですよ。スローで見てもそんなに速いのよ。あ、これが一番やばいやつ。これが今俺らが撮ってて、僕らが撮ってて、ムイ君に憑依したっていうやつだわ。おー、これは男性ですか、女性ですか、若いですか、年老いてますか。これは若いです。若いです、はっきり言って若いです。そんな困難で前に進んでいきます。あとなんか聞くものありますか、これを見て。あとじゃあコメントでちょっと気になったやつもね、でここでね、終わりかけにこのむい君と柱に見て首吊り見つけた後に、本来はむいがかっちゃんの隣で立って下の方の木見て指を指すんですよ、こうやって。そしてこれ、あ、でも影でかいな。でかいだろう。あなたがカメラ持って場所を指示してくれた方が分かりやすいぞ。あとこちょうど真ん中あたりでよろしいか。そう。ちょうど真ん中あたりでよろしいか。これ気づかねえのがおかしいやろ、むしろ。あのさ、これ夜中2時に気づくときついんだって、本当に。そう。あの、夜中2時だからさ、誰かになんかその話し相手になってほしいにも、電話するにも普通、出ない。ダメだって思うじゃん。あの、これがヒュッと抜けた時がムイ君が憑依されてたものを抜けた瞬間。これはムイ君、僕が要は結界を強めたためにムイ君から中に入ったものがヒュッて出た瞬間と思ってくれればいいんです。黒いのがなんか左画面のところからふわっと上に上がってるやつ。再入る時は白いんですよ。ピソッと一気に入ったっていう。なんで出るとき黒いの？なんで出るとき黒いの？ああ、最初は白から抜けてもよかったのよ、これは。別に。だけど、あまりにも結界が強すぎちゃって。あ、わからない。どういうこと？要は、強い力で抑えられ始めると、白のままでは出れなくなっちゃうわけよ。ああ、幽霊側が。そう。黒だったら一気にいけれるもんで、こんな風になっちゃうんや。ああ、なんか、本気出したとかなんかそういう。そう、やばいっつっていう。その、心理状況の変化的な感じか、言ってしまえば。はい。これ皆さんね、本当にね、見てほしい。21分43秒か。どこだ？そう、これが視聴者さんに教えてもらったやつですね。そうですね。21分43秒ぐらいに右の方で、がっつり車が走ってるところあたりで、人の足みたいなものが歩いていってるように見えませんかっていうのがあって、本当にその死ぬ気満々っていうことか。本当にその死ぬ気満々っていうことか。
これに関しては俺もカッチャもあの言われるまで気づいてなかった。気づきませんでした僕も。歩いてたんですよ。なんかその腰から下というか下半身だけがテクテクテクと歩いてるような感じな。歩いてる動画が映ってんですよちゃんと。これは何？はい解説。はい解説。いやいやいやもうこれはもう要は。なんて言ったらいいんだろうな、もう行き場所がない、まあ、自爆霊のようなもんだからもうそこをひたすら歩往復するような感じ。橋のここでお亡くなりになった方ですか？そうそうそう亡くなった方。自爆霊？そう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 。自爆霊ってこんなにペタ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 動くもんなの？一箇所にそういうなんか留まってるものでもなく、要は結界を張った瞬間、要はムイ君と僕が離れとるから半径どんな県までは結界張るわけじゃん。はいはいはい。っていうことはそこら辺におるやつはもう慌てるわけじゃん。ああ。その中におったらもう消去しちゃうから。はいはいはい。だからもう逃げるか何かするときにその一瞬だけで 見えてしまうっていうのはある。あなたがその ビビらしたからっていうかその。だから今までは結界は一定の、うん60のままでずっと来てたわけじゃん。はい。今回は動画を飛ばすために30から25まで下げたわけじゃん。そうですね、割と。そうそうそう。ワンチャンムイが取り憑かれてるぐらいには、霊感のリスクも。そうそうそう。だから25ぐらいまで下げると、ムイ君に憑依されるんだなっていうのが今回分かったんや。うん、で、もう動画も終わったから、動画も終わりだからっつって、60まで上げるわけじゃん。そうですね、はい。その上げた瞬間がこういうふうに慌ててみんな一気にその俺に取り付いてるやつは黒くなって逃げてくし、そうそうそう周りにいたやつは慌てて走るなりその移動する、もう僕の周りに入ればもう絶対に消去するっていうか成仏させちゃうやん勝手に思うが、うん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 、成仏されたやつは寄ってくるわ全部成仏させるから。だけどされたくないやつってされたくないで逃げるやん。この透明人間みたいに歩いてるのは、うん、されたくない派の人。されたくない派の。要はここで事故を起こしたい、なんか悪さしたいってやつがこうやつらね。悪さをしたい。よし、除霊しとこう。よし、除霊しとこう。だから逃げるんや。だけど今回は、夜やったもんだから、画像が遅く入ってくるやん、ゆっくりと。うん。だから、今回はライトをつけずに俺らやってたわけじゃん。そうですね。だからたまたま偶然に入れたわけだよ。画質の中にその映っちゃったと。そう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 。こういうのを聞くとね、やっぱりなんていうのライトを何とかどうしたもんかなっていうのは考えられる。本当にだから赤外線カメラが一番いいのよ、光もしない。うん、赤外線カメラのいいやつの高いこと高いこと、うん、だから皆さん本当にねこれかこれね本当にもう一回ねゆっくりとねゆっくり後半見るとね楽しいんですよ。黒い影が見えるのもね、これはね、そうそうこう、ムイ君から出るのはね、今回初ですから。まあそうね、こんな風に露骨に映像に映ってしまったのは、そう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 、初だね。今回は、分かったことが、結界を緩めると、一番弱い人間にくっつくってことが僕にも分かったし、やっちゃいけないことだなっていうのも分かりました。僕一人でそんなやってたら全然もう関ヶ原でも俺全員消去するもん。あ徳川 VS 石田君 VS カッチャになるの。そう、関ヶ原三大の戦いになるんだよ。あやんちゃんもう俺には武器効かねえからさ。そうね。ではこのですねこうやってね皆さん本当今回の動画をこのネタ何をしちゃった？また野蛮大橋ね。はい。そうそう。をもう一回ね、本当にじっくり見てみると、本当にね、結構いいもの映ってんですよ。心霊にとっては多分、画像の心霊の中の玉手箱やーって感じかな。ありのままの映像をありのままに視聴者さんに見てもらう。楽しんでもらう一緒に行ってもらってるっていう感覚なんです僕。だから今回も
変な話、画像が飛べて飛ばして感じてくれた人がいたらなっていうのでテストでやってみたんですよ。本能寺の時もそうだったんですよ。そうね、その辺をまた動画にするあれだ予定だけど、そう、本能寺も飛ばしたんですけど、唯一感じた人は一人しかいなかったってですよね。映像が見れるが100点満点の答えなわけじゃないですか、その今の飛び降りのやつでも、うん、手がいっぱい夢の中で手がいっぱい見えたっていうのもわからんこともない。もっとその感じるクオリティが下がれば、その寒気がするとかそういうなんかそういうそれになる、ね、寒気がするどころか、そうだな、金縛りにあったりうん、いろんな体験、その中で僕が見た映像が夢の中に出てきたり、あの動画の後半でさ、うん、あのかっちゃあの俺らが撮影してるところに一緒に来れば、うん、であなたと手つなげば、その心霊のつら、うん、なんていうの、そのかっちゃんが感じてるものを感じさせてあげますよって言うけど、うん、それ今回視聴者に軽く投げてみたわけじゃないですか。投げたね。金縛りだったりさ、寒気だったりさ、うん、あの人が亡くなるシーンの映像だったりさ、うん、どれあがいてもマイナス要素しかないんだけど大丈夫なあの贈り物としてはなかなかバッドなものが多いよでも見てみたいっていう人って結構書いてあるやん、見てみたいとか弟子になりたいとか。あのね、それ来ると全部戦国系なんだわ弟子になりたいっていう人いたじゃん。いたね、ちょっと前にいたね。どうやったらこんな俺師匠なれるの。でもあなた教えるのうまいから大丈夫だと思うよこればっかは違うだろうあの本当に霊感ゼロの、そのなんかどこからその目あの種を植えればいいんだみたいな段階の人は、まああなたも抱え、も悩み抱えるかもしらんけど、ちょっとでも霊感あればそこを伸ばし伸ばしみたいな、そういうさ、その才能を伸ばす分には全然あなたはできると思う。ゼロから1を作り出すのは分からん、あのかなり大変だと思うけど。霊感はあるから。でも霊感の頻度って伸びしろって人それで違うのよ本当に。ここまで来た、ここまで来たっていうか、俺だってまだ途中だと思っとるし、霊感があるなんて俺はな。でも今回やってみて本当にいろいろあれだなと思った、勉強にはなったな。そうね、なんか、うん、九州まで届くんだ俺の霊感ってってさ、そういう細かいところはやっぱりいろんな人の協力があって得られる経験もあるね。全くそんなこと考えたことないことやでさ、そう、うん、同じ県内による俺では九州まで届くかどうかのテストは動画外でもできないから。できないからさそう、うん、だからね、本当にね、僕も本当に視聴者さんにはね、すげえ助けられたり勉強させてもらったり本当してんですよ、うん、だからありがたいなとも今回思ってるな、この動画を上げたことによって。そうね、いろいろなんか、うん、あとはな、もうちょっとな、認めてもらえると嬉しいな、なんか2人のやってることが。あなたはもうだってみんなすごいすごいって言ってくれてるからいや君がいてじいちゃん班があって、2つのじいちゃん班で初めてすごいと思っとると。俺これ霊感、2人とも霊感ってみ、めんどくせえぞ多分。霊感って喧嘩するの？そのなんか、あなたが師匠と言った場合とかでもさ、なんか邪魔な霊感俺な使うなっていう、なんか、あ、もうすぐ喧嘩になるあ、そうなの、やっぱりその、うん、喧嘩になる喧嘩になる、全然もう問題外やって。俺はこっちへ行きたいよ、いや私はこっちの方がいいとか。ああ、はいはいはい、うん、いやもうじゃあムカついたっちゅうと、僕が行きたい方の心霊を駆除するんや俺はもうすごいぜ本当にあなたが右に行きたい、私は左に行きたい、うん、で、あなたが右に行きたいというのがムカつくから、うん、右のやつを消してほら何もなくなったぞ、じゃあ左行こう、やべえなそうなったらイラッとするやん幽霊とんでもない巻き込まれ損してるじゃん。そうだよだから俺らが2人で行く、2人っていうかまあ4人で行くと、うん、すっげえぞラップ音、下手すりゃあの板が倒れる音がするぞバッターンとかいう
一人は、俺は一回行きたいよ、私は二階なの、とかさ。そうよね、なんていうか、うん、あなたさ、その幽霊、さ、除霊できてさ、うん、幽霊側からしたら、そのジェイソンとかフレディみたいな殺人鬼だみたいなこと言うけど、霊感、あなたみたいな人が複数人おったらあれだもんね、うん、ホラー映画のその、ホラーの殺人鬼がバンバンバン出てくるようなパターンになるわけだもんね。そう、殺人鬼が そこに増す。もう2人もおるわけやん。3人4人と殺人鬼増えてるようなホラー映画になって逃げれんみたいになるわけだから。殺人鬼を殺人鬼のやつを殺人鬼が殺してくんやで。ほら右の人間殺したぞ、左行くぞみたいな。パックマンみたいな状況やで、バク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 言ってやって、だから喧嘩になるんやって、霊感で同士があるっていうのは。あ、前も一回やったことあるんやって。そしたらもう音がノイズしかしてない、ビビ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 って。うん、ほんで全然違う画像が映っとる時がある。二人で行くと必ずたまに出てくるんや、その画像。全然違うって何？どんな映像？どんな画像って、前見せたことなかったっけ俺な。どれのことを言ってる？前見せたぞ一回。これ。元の景色はどんな感じこれ？元の景色は 和室なんやん。畳が見えてるようなそんな感じってこと？そう。二人が喧嘩してカメラを写真を撮るとこう気になるという。これは何その。現地で起きた事件なのか。これ廃墟なんだよ、ホテルの和室の、はいはいはい、で喧嘩しまくって俺たちが2人で、うん、で写真を撮っとるんやって。それあのうるせえな、俺はここでこっちが撮りてんだよとか言って、あの写真これ動画的にお見せできない、できるかできないか分かんないから言うけど、たくさん人が倒れてる景色なわけじゃないですか。そうそう、この血まみれの女の人が立ってるわけやん。こっちそう真ん中に立ってるんだけど、うん、あのこの倒れてる方々はあなたの喧嘩の被害者なのか、もともと起きた事件なのか、どっち？もともと起きた事件の。よかったわかる。これあなたの霊感たちに巻き込まれたその哀れな人たちではないよね。そうそう、これ学校だよ本来だったら、昼間の。ああ、これも俺はここはここがいいって言って、いや私はここはダメとか言って、こうやってなるとこういう風になるって。何これ例えばあなたが1階見たいって言うじゃない、うん、あの相手が2階見たいって言うじゃない、うん、あなたも2階の何かあるは感じてるわけ。感じ取るけど、こっちの方がいいとかあるやん、うん、それはこれは俺が言った生き量。あなたの携帯それは壊れるわ、こんなんばっかりの、うん、持っとったら。メンタもこっち向いとるで、白い顔した。うんうんうん、これ若い男の子なんやけど。生き霊ってこれ何、あの本人はどうなってるの？普通にそこら歩けてるような状態なの？違う、どうしても気になったんだろうな俺の。これも二人で喧嘩して写真撮って連写したやつや。あー、このサイレンみたいな、うん、やつな。これは前見せてもらったな。そうこれは見せれないんですよ、あんまりにもグロすぎて、うん、すいません。そうね、俺らが普段撮ってるオーブがどうこうでキャッキャ言っとるけどレベルが違うもんね。レベル違うんですよ。本来はこういうものは絶対にもう YouTube で流せません多分。そうね、言わんとしたいことは分かる。そう多分ね、モザイクつけてくださいって言われるわ。ああ、でもたまにそういう、なんていうの、うん、YouTube でもありますね、そのなんかここから先はお見せできませんみたいなやつは、うん、そのレベル以上。本当に、うん、すごいだろ、グロいだろ、あそこあんなもん出せれんだろ画像として。その人がバッタバッタ倒れてるさっきの写真、うん、あれあなたは肉眼で現地で見えてるの？そうあなたさ、それを歩くの？そうだから堂々と歩いてるってやつなんだ。例えば人が10人ぐらい倒れてるとしたらさ、その死体の山踏み抜いてなんか何気ない顔で向こう側行くの？だから変な話、これなぜじゃあ
カラーで映ってるのって不思議に思うね。なんで赤色の血が垂れとるのとか。それは死んだ時のなんかあれじゃないの、姿で。そうだから、あまりにも霊感を めちゃくちゃ目いっぱい2人で喧嘩してあげていくと、うん、あそこまでのカラーが映ってくるの。試してみたいけど、なんか絶対に俺にもよからぬなんか影響ありそうだな。そうそうそう、もう一人はあの次の日車で事故って大怪我しとるんやって。、うん、すげえな。なんかでもう一人のやつはあのカメラマンがそこで転んで 木が右にあの左肩に刺さって大怪我しとる。で俺たちは何もない。すげえな、死人にも生きてる人相手にも誰にでも被害与えてくだ。そう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 。だからむちゃくちゃない。だから一人が霊感あって一人霊感ない。これが一番すげえいいバランスを持った撮影なんで、グロくもない可愛いのが撮れるという。あなたレベルとまでいかんくても、まあまあなんか、ああちょっとなんかここ幽霊いるなっていうのが俺を見えてるような人だったらまた、うん、そう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 、俺らが撮ってきたのと違うような、なんかもっとヤバいのが撮れてたりする。する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 。ああ。